始ま,りましたモテさんチャンネルさあ、今回ですね、髪切ってきましたということで、お披露目したいと思います。誰に需要があるんだっていう感じなんですが、まあね、面白かったんでね、髪切った時のそのエピソードを話そうかなと思います。まあ、全然普通ですね。はい。<laughs> ただ短くなっただけっていう感じだと思いますが、まあ毎回髪切るとすっごいバッサリどっさり。 っていう感じなんですけど、うん、まあ今回も量はすごい切ったんですがもう本当にね時間がなかったんですよ今回だいわゆるあと10分でカットしますみたいなとこあるじゃないですかもうここしかないと思ってで行って1人しか待ってなかったんですねあだからあ良よかったじゃあもう余裕で切れるだろうっていうふうに思ったわけですよ10分だったら1人待っててまあまあ2人切ってる状態でで1人待っててで自分も入ったんだからここの人たち まあ10分かかるとしてまあ一人終わってでその後もう一人の人が10分後に終わるそれでプラスで自分がやったとしてまあ最長で20分あ全然それだったら間に合うって思って、まあ、30何分あったんであじゃあこれだったら余裕だなと思ったらですねその前の人がさ10分のカットのとこでえっみたいなさどういうこといや2人って2人とすごい長いの1人は10。 5分かかってて15分かかるってことは、まあ、自分が来た時にもう切ってたからそれから15分経ってるからやっぱ20分ぐらい経ってるよねでその隣の人ももっとかかってるからと20何分で自分の番にできて「うわーい!」みたいな10分カットで「どんなこだわりのヘアなんだよ」なんんで20分もか,かんだよって思ったらですね丸坊主だったんですよ <laughs> 完全なる坊主だったんですねえーみたいな。 坊主っってそんな時間かかった自分のちっちゃい頃なんか一瞬だったけどって思ってねびっくりどんな挑発から坊主になってったんだ罰ゲームみたいにやってってめちゃめちゃ時間かかったのかなとちょっとね一瞬思いましたで自分の番になっていやもう行かなきゃいけない からもう急いで切ってくださいって言ってもうさっさと切ってもらいましたはいでも,も自分の場合はもう10分もかかってないですね本当にそに自分より前に切り始めた隣の人まあ自分の直前に待ってた人ですけどその人よりも早く終わったから「急いでください」もうとにかく、まあ、ちょっと適当に長さ短くしてあと全部もうすいてくださいって言ってババババ,バっていって終わりました、はい、そしたらなんか本当にすごい切り方だったねザクザクって言ってて「わあワオ!」みたいなね「大丈夫なの?」 って思ったけど、まあなんとかなりました。という感じで、という感じで、まあ随分軽くなりましたんで、楽になったなっていう感じです。まあ一時期はね、ちゃんとね、予備校で、あとはほら、当身のね、映像とかも出るからって思って、高いとこに行ったこともあったんですけど、もう、なんかバカバカしいなと思って、ね、セットするのもめんどくさいって思って、そう、時間がもったいないと思って、セットもしなくなっちゃったけど、はい。そんな感じなんですね。これ切りすぎちゃうとね、 髪の毛全部またょんんっっっってて横に立っていちちゃうんでちょっとんでとわかなすこれ初日なんでそう切った初日ってもともとの髪型のままなんで立たないんですけどこれもう次の日からドンってなる可能性はなきにしもあらずでちょっと心配なんですがはいという感じで髪切ったエピソードでしたまあ別にこんなことで怒起こんないですけどねその後の予定はちょっと遅刻しました <laughs> すいませんはいという感じでした お席がありますねこれはコラボ動画を撮るってことなんじゃないですかね誰がやってくるのか